はい、皆さんこんにちは。畑典和です。今日はですね、マシン1台で背中全体を網羅、ラットプルダウンマシンバリエーションをご紹介したいと思います。このね、背中の代表的なマシン、スラットプルダウンのマシンの使い方で背中全体を大きく活動させることができます。今日はまずはですね、マニュアル的なラットプルの使い方からいきます。まずは、これはね、オーソドックスなやつですけども、手をバーにかけて胸を張って肩甲骨を寄せたまま肘を脇に近づけるとですね。このようにすることで、引くことで広背筋、そして外側のね、大円筋を使うことができます。で、これもね、いくつかちょっとポイントがあるのでご説明したいと思います。このね、まあ、グリップではこういったバーなんですけども、このようなちょっとね、より広いバーが大体主流だと思います。こういった場合、外側を持つとこのより背中でも外側のラインを働かせることができます。ですので、まあ、背中全体といっても、まあ、外側を鍛えたい場合は外側を持ちます。で、持ち方はサムアップ、親指をこうではなくて親指を上に引っ掛けつつ、引くときには小指、薬指、この外側の2本で力を入れて引く感じを持つと、この外側の大円筋、広背筋、真ん中から外側にかけての筋肉を優位に働かせることができます。で、よくあるのは回数を追うに従ってちょっとずつこうね、手がずれてくる方が多いんですけども、これもね、こうなるとそんなに背中に効かなくなってきますので、しっかり手のひらにグリップをかけてずれないようにして、肩甲骨を寄せたまま肘を脇に締めていく動きですね。で、肘が抜けて、肘が伸びてしまって、肩甲骨がスンと上に上がりすぎてしまうと、背中の筋肉が一回緩んできますので、肘が伸びきらないところ、肩甲骨もふんと上に上がりすぎないように肩甲骨を寄せたままで上げる、肘を脇に締める。で、筋肉、この外側の大円筋、広背筋の筋肉が伸びていく感覚を得ながら肘を伸ばしていって、また締めます。大円筋、広背筋、背中の真ん中から外側の筋肉が伸びていくのを感じながら戻して引く動作ですね。で、もちろんこれもですね、横から見て腰がこうエビ反りになってしまっては、ちょっとね、腹筋が抜けて広背筋に入りにくくなってきますので、肋骨が締めるようにお腹に力を入れたまま肘を脇に締める、こうなったりこうなったりしないようにやっていきます。これが、まあ、オーソドックスなラットプルダウンの使い方ですね。で、もう一つ、今のは広背筋でも背中の真ん中から外側、大円筋あたり鍛えたんですけども、今度は背中の上背ですね、上の方に行きたいと思います。じゃあちょっとね、もう一回のパターンですね。もう一回からちょっと動いてもらって、今度は、今はこのように引いたんですけども、今度は体を倒します。この倒した状態でこの胸骨ですね、胸骨の一番下あたりを斜め上の天井に見せるような感じでバーを引いていきます。上背部、肩甲骨でも肩甲骨の上の方を寄せる、戻す、肩甲骨の上の方を寄せる、戻す、寄せる、ちょっと開くんですね、肩甲骨開く、寄せる、肩甲骨を開く。こう抜けてしまっては、これはね、完全に筋肉が緩んでしまっているんですけども、肩甲骨を寄せた状態から肩甲骨を開く、外に出すからですね、寄せる、肩甲骨を外に開く。でも肘はこのように伸びきらない、ストーンってならないですね。そのように行うことで、背中でも上背部を鍛えることができます。僧帽筋のチューブとか、あと上部繊維ですね。で、このようにこうすくんでくると、今度は肩甲挙筋とかね、この上の方に入ってしまいますので、これはね、ちょっと背中のこの上の方ちょっと抜けてしまいますので、首に力が入ってますから、こんな器用ですね。で、あともう一つ、肩甲骨を寄せて開く動作と、このようにこの前腕がこういうふうに肩がすくんでしまったりとか、あとは腰がエビ反りになったりするケースも結構ありますので、
これも肋骨は締めて、お腹に力を入れた状態で肩甲骨を寄せて、上の方を寄せる、開くという動作ですね。このように行うことで上背部、上の方ですね、菱形筋、僧帽筋、中部、あとは上部のね、下の方も鍛えることができます。これでもうね、背中全体を網羅してますし、まあこの両方ともこの腰周りの筋肉も動いてますんで、かなり、ね、背中全体を網羅できるかと思います。まあ簡単に言うと、ラットプルダウンマシン、普通のラットプルダウンマシンとローイングですね、ローイングマシンの融合的なイメージです。ぜひよかったらね、このマシンで、まあローイングマシンがいっぱいで使えない場合あると思いますんで、ぜひラットプルダウンの応用として使っておいてください。はい、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。また明日もお会いしましょう。さよなら。